小刀剣の城小刀剣の城慶応4年4月末頃は日本の武士爆心通称剣の城送りな大名で正式名は小刀剣の城大名なお小刀については松並、松並、松並等の表記例もある母、波通りの子供として江戸に生まれたと考えられる 父親の名前は具体的に伝わっていないが、前田半阿楼で図書家から小兵家に入った人物という話が伝えられており、通称、剣の城は、ジッのの事に由来する名付けだった可能性がある。諸子だったため、江戸で生まれるとすぐに寺へ預けられ、そこである年齢まで育てられたという、昭湯家の家門は、伊達名画である。伝承によれば、 生も家紋も預けられた寺の住職からもらったものだという。住職の生が、小刀で、家紋が、伊達妙河という寺は、芝、増上寺前の妙天院や宝松院、芝、西尾寺町の寺、浅草の中松寺、西条寺などがあり、剣の城は、今挙げた寺のいずれかにいたようである。剣の城が何歳まで寺にいたかは分かっていないが、 やがて御家人株を買って爆心になったらしい。はじめ神奈川御役所不条番、ついで文久元年12月、幕府は外国奉行、水野忠則を小笠原諸島に派遣し、日本領であることを宣言したが、県の城はこれに随行、管理丸で都道して調査に当たった。翌文久2年に、忠則の寄付後も八丈島からの移民と共に残って、小笠原島を管理した。 この間の剣の城に関するエピソードとしては、中浜万次郎、林和一郎らと鳥島に上陸し、剣の城の筆による日本族島鳥島の標中を立てた話などが伝えられている。そして、剣の城は、文久3年5月1日、法津事件の罪人を連行して、小笠原島を出版し、5月11日に横浜に着船。 スフィンクスで記念撮影する一行文休3年12月29日、横浜佐幸談判のための建築施設の随員として、県の城は定約格同心という身分でフランス館ルモンズ号に乗り込み、横浜港を出港した。一行は途中エジプトにより、スフィンクスの前で記念写真を撮影。前日の外交資料館に残る外交文書には、 この突風の際の剣の城の留守引受け名前として、同役小茂田健介、親類、小花作之助の名前がある。一行は、現時元年5月17日にパリを出発し、7月18日、ピオ帰船会社の元日号にて、横浜港に帰国する。なお、内藤水著、剣立大修正始末という本の194ページに、この一行の帰国の時に、同心町に住んでいた。 剣の城の老婦が大塚炭素町にあったマルセユで大熱病のために隠しした図印の横山慶一の家を訪れたという記述がある。すなわち、小刀の老婦は施設一行の横浜安着を報じ、かつ安心すべき胸を告げて辞去した。小刀の父はわざわざ同心町より大塚炭素町まで訪れたのであるから、安着を語る以外に特殊な要件があったものと解される。 すなわち小党は当時パリより、横山看病のため、マルセイユに降りたる一人であるから、老夫は、横山の死を解くと承知していたものと言わねばならない。しかし、横山家のただならぬ雰囲気を察知し、長位の言葉も言えずに、ただ安心すべき胸を告げて辞去したものと察せられる。と書かれている。フランスから帰国した後の県の城については、藤見ご放蔵番閣、騎兵佐志図役、下役、 同法閉鎖静ずなみ近法を経て、小銃人格、軍艦役なみとなり、慶応3年11月には小屋作材門と共に、海軍伝習所通弁係になった。やがて、かつ海州配下の軍事方の一人になり、幕府内部の標準工作を担当するようになる。今の東京都足立区の御平神殿に、大久保山とを訪ねたのも、後官軍に捕獲された。 近藤宛に書簡を送ったのもそのためらしい。標準工作の仕事ではかなり苦労したようである。結局、剣の城は、この標準工作の最中に落命する。剣の城の最後については次のような話が、伝わっている。慶応四年のある日のこと、勝海舟の元から、江戸の小石川明潟にのく墓地にあった、剣の城の屋敷に使いが来て、立山にいる。 榎本武明たちを説得したいので手伝ってほしいとのこと。剣の城は馬に飛び乗って、立山へ向かった。その帰り、上佐姉が先の某所で、会期中に刺されて死んだ。去年三十四伝承されている話、慶応四年うるう四月六日、小東剣の城西にあるとの疑いによって、殺兵と踊り並み松田や組頭らに斬殺される。 幕末維新誌、辞典151ページより私は死を、決して脱兵をまとめようと思い、数先更津へ参りました。この時の殺兵頭は、福田八郎衛門、第一代隊長は私、第二代隊長は、堀岩太郎、第三代隊長は、増田直八郎、第四代隊長は、戸高門、第五代隊長は、間野玄吉でした。 4月17日はちょうど権ン様のお祭り日ゆえ、一同でお祭りをいたし、福田八郎衛門がまず作戦計画をいたしました。そもそもカズへ脱走しましたのは、江戸では何事もできず、一大勢力を作るには、カズに屯集して、宇都宮地方の官軍の背後を襲うか、江戸に逆さまに入るかというような方法をとらむと、図ったのです。こういう次第で、 ついに計画分けし、木更津は不都合ゆえ、河野大地方へ押し出してイラムと海岸を沿うて、船橋へ参りました。第一大隊は、八万の北家ケ教第二は、船橋、第三は、姉ヶ崎に屯集しましたが、第四大後は、上ズの一万里屋に、退陣し、戦争は急に終わる様子もございませんでした。油断は少しもいたしませんで、万兵を配置し、 小平線を敷きて十分に警戒しておりました。陳情不日子をご覧になれば詳細に書いてございます。こういう様子でしたが、戦争の起こりましたのは、全く次のような取り扱いから衝突をいたしましたのです。その時、た安殿の家来で、小刀剣路上という人が来まして、謹慎の身を表するためには兵器を出すべしとの 短パンでしたが、私どもはなかなか聞き入れはいたしません。こちらにも見識があるからお帰りなさい、と言って返しましたが、小党は前説を主張し、我が隊の増田と激論をいたしました。で、ついに切り捨ててしまいました。江原ソロク、旧幕府所在師団会記事より4月28日先生の、第一大隊中山法華教授に入るに、及び掘り隊は、 船橋に進み、増田隊は5位に止まる。官軍これを見、兵を動かさずしてくださんとし、田や家の家臣衝動剣の城を派遣し、近親の身を表するため兵器を官軍に収めよと、命ぜしむ。隊長、増田直八郎は、衝動と激論となり、ついに衝動を切ってその首を貴らずに袋をす。江原そろく先生でに百0 6から107ページよりうるう4月6日。 不評頭小頭剣の城という人、数佐の姉が先にて、暴人に殺されたり、ある人の曰く、この人は、取締りという役になりて、両塚の辺にたむろしたる、脱走人、または、百姓一騎の鳥人などに力を尽くしたりしが、その頃脱走の兵士やまた、姉が先に滞留したる吉野聞こえ歩ければ、追悼のために、官軍を北新発ありける思向きを、章頭聞きつけて、 急ぎ脱走兵の隊長にあして、現内不幸教順の真意を設有し、りに狂気を動かすべからざるの利を説しに、誰りをこの脱走人の中に、それの願物ありで、消灯を疑いて、彼は官軍に通ぜしならんとて、その夜ひそかに宿所に招き寄せ、不意に鉄砲を打ちかけ、刀を抜いて、左右より切り殺したり。誠に、かわいさうなることなり。 この人は、良き人にていうに、益あるべきものなるべしと人々も思えたのみたるを、各無ごき目にあして、忠義の心もと掘らず、悲鳴の死を遂げしは、口をしきことなり。そのところの紫に、小刀の首をばさらしを聞けるが、その夜誰かとリシとぞ、当時の新聞、もしそうに掲載されている記事より9時40分、大相館にて海軍書より、小刀、 天の城、新田平野城来館、総督しばらく空議論。これより終わりって、右両人派木更津へ上陸す、五官派即刻伐病、品海に闘病す。これの日、小恒派福田の祝人へ、吹き面会松室志向説、福田同盟の物小恒の親中を疑否暗殺す。足田大蔵、天の城を木更津まで送り届けた、徳川海軍の軍艦。 半量の乗組員、足田大蔵の日録より売る4月20日、寺井明しくる、小刀剣の城王氏の天末、かつ、後目のこと申し聞かさる。小刀、二心あるの疑いにて、殺兵と踊り並み、松田並びに、組頭と、節外に及ぶという、かつ改修、かつ改修日記よりなお、剣の城が無念の最後を遂げた地については、諸説あるも、 様々な伝承記事を総合すると、松田直八郎の指揮のもと、殺兵隊、第三大隊が本人を構えたところと伝わる、千葉県市原市姉崎四百五十三の県本、北ッ州一条山名教授境内と考える説が、今のところ一番有力である。小刀県の上母処墓は、東京都文京区向ヶ丘二の一の十の浄土、新州本願寺羽藩三世教授にある。 方名は、旧元因伝教皇にちまことこじ。剣の城の後目は、小刀、剣の城総領として幕府にすでに届け出をしていた、秋作が一旦相続したようである。そして、徳川家の寸布移行に伴い、小刀家も小石川明賀谷の屋敷から、寸布の大屋村へ移る。その間、安子は、剣の城と自分の子である、大金を何とか小刀家の後取りにしようと動いた、ようである。 その結果、剣の城は止め相続をした秋作は、小刀家を出て、実家小花家に戻ったようである。そして、大金は、明治2年に、秋作から小刀家の家督を相続する。明治6年11月20日、安子が亡くなり、清水沖津の日蓮宗教計算明る開寺の墓地に、小刀家の墓が建立され、剣の城と合わせて埋葬された。明る開寺の墓地には、 今でも、小刀家の墓の墓石が残っている。大金は、安子の亡くなった後、秋作や小花家を頼ることなく、相馬さんの元にて育てられたという。その後、明治法律学校に期生として学び、麻区初期、江原軍長、麻布区長、麹町区長などを歴任。最後は、東京市長、後藤新平の下で仕事をし、大正10年4月に、 麻布区長並びに、麹町区長を退任。その退任理由としては、大正9年から捜査が始まった、東京ジャリン義国事件に関わった部下への管理、不木届の責任を通説に感じたためという話が伝わっている。昭和17年5月4日に、鎌倉市蘭教材木座263番地にあった、家で肝臓脳症のために没。 去年79歳。妻は菅、小は四男かずめ。大金は、生前熱心な読書家で、豊富な蔵書を持っていたという。正岡式禅集をはじめとする蔵書は、大金没後に、日増しによって、鎌倉市の図書館に移動され、小刀大蔵文庫として一時期広く活用された。また、 家に伝わる話として、大金の元にある書統家に対する家族礼に基づく死者除者の話があったようである。が、当時、長男哲之心は、実質、次男家にいよいよは、脊椎カリエスを患っており、大金は、健康な男子のいない家に除尺されても意味がないからと、定重にお断りをした、と伝えられている。波通りの人身戸籍の除籍等本を入手確認できないため、 波通りと剣の城の関係が実母子であったのか、陽母子であったのかはわからない。波通りの名前は、剣の城実施の大金が後に、青山霊園に建てた小刀家の墓の墓石に、大金素母小党派通として刻まれている。加賀前田藩の師藩、大正寺藩の家老を務めていた、山崎ゴンスケや次男のさらに次男で、山崎長徳外ひまご。 の当主は、代々、山崎昆助を称していた。また、幕末期科画藩における、改革はがろうとして知られた、山崎藩イニシはもともとは、山崎昆助家の生まれ、書子として生まれたために最初は一門の山崎図書家に、用紙として入るも、宗家の山崎昌衛屋当主を先に継いでいた実刑が、創生したため急遽、山崎昌衛屋当主となり、後に、 カガハンガロに任ぜられた。諸子だから生まれるとすぐに、母親から離されて、寺へ預けられ、育てられた、という伝承からは、本当のジップが、カガマ田藩ハンの家臣クラスの山崎ハンイニシエではなく、ハンシュクラスの誰かだったのかもしれぬとの可能性も、浮上する。事実、当時のカガハンシュは、前田ナリやスで、県の城の送りな、大名の、タイの字を名前に持っており、 さらに、剣の城は実施に、大金と名付けている。また、山崎範囲にしえは、かつて藩主、成安聖子の吉安の冬を務めたこともあったように、成安からの信頼の誠に厚い人物だった。以下、一つの仮説を記す、前田成安は16歳の時に、将軍、家成則女の安姫と婚礼を挙げ、3年後、成安19歳の時、将軍、 家なりの孫でもある長男義康が誕生。成安康は大事な生死である義康の教育係に、当時43歳の山崎範囲にしえを当てた。その6年後、江戸にて、大名誕生。波通りと大名の関係性を明かすことのできる、唯一の資料である波通りの人身戸籍の除籍等本が閲覧不可のため、ここでは、大名の実母は、不詳とする。 大名実母はもしかすると産後感もなく、亡くなっているかもしれぬ。波鳥は、生まれたばかりの大名を抱えて、輝敷に駆け込むか何かして、成スからの何らかの証拠の品を示して、相応の待遇を求めて訴えで、屋敷の者に赤子の大名を預けたと思われる。王体責任者の山崎繁栄西江が散々知恵を絞り、成スの名前を貶めぬ、よう。 将軍家なりにも角が立たぬよう、大名のジップを範囲にしえとして、大名を加賀藩ゆかりの枝のどこかのお寺に預けることにしたのかもしれぬ。これはあくまでも仮説である。小笠原開拓での上司、小花作助は、次男小花秋作を部下昇等のために、継ぐ用紙として差し出した。島での様子については、文倉平次郎、幕末軍艦、官林丸の上官、第十八章。 小笠原島の開拓に祥実されている。前景、幕末軍艦、官林丸、上官。392ページ参照。前景、幕末軍艦、官林丸、上官。394ページ参照。この旅行については、おさたけたけし比寿えびの国へ、や、鈴木明町、らち維新前夜などに祥実されている。続通信全覧、累集の武従修行四百4 7 7ページ。 お松堂出版三章これは、79歳の山崎昌兵藩イ西シではないかと考えられる。というのも、その頃藩井西シは隠居して、江戸にいたのではないかと推測されるからである。加賀藩では、現時元年に、聖師、前田義康が上落した折、藩井西シの子、昌兵のり政が過労を務め、松平第二らとこれに従っていたが、時折しも、 剣皇城たちが横浜に寄港した翌日の7月19日に金門の変が勃発し、吉安は乗りまさら藩兵を率いて退居してしまう。このことが藩で大問題となった。隠居して穏やか時と称していた藩伊西へはかつて吉安の古を務めたこともあり、吉安の滞留先の大海海津へ向かおうと途中の福井まで出かけたが思い直して引き返した。藩伊西へのこの行動は 藩の中で厳しく咎められ、8月10日、藩医西へは、謹慎を命じられた。前継所、県立大修正始末によれば、彼横山圭一の実家の横山家は、かがまえた藩家老横山家の親戚筋にあたる家であったという。軍艦、藩領は4月28日に、総督府側へ引き渡さなかった四艦、海洋、海天、千代田型、藩領の一つであり、 したがってこの日録の記述は4月28日以降のものと考えられている。価値はその3日後に小刀の家に12両を使わし、組下の者へは36両の手当を渡したという。破壊し側面には1873年の火災により既存したために1878年に再建された胸と根流者として後に海軍大主刑になった。 旧幕臣、静岡県氏族の山形聖母38歳で没の名前が刻まれている。この陰伝号法名は、最京寺ではなく、静岡県清水沖津の日蓮層明る海寺で、付けられた法名の可能性がある。最京寺の慶応年間の古い過去帳には、県の城の法名として、霊譲る釈師聖安脇小寺と、慶応四年水の絵4月6日、徳川藩、 松並県の城安明並びに、どの記載がある。また、最強寺に残るお焚き上げをした江戸時代の古いご遺杯の記録には、明る海寺並びに、最強寺の墓石に刻まれている陰伝語法名とともに、明る海寺の墓石にある俗名、小刀一歩の名前がある。小笠原教会所蔵の小花日記を読まれた鈴木隆弘先生のブログ記事によれば、 小花は男子ばかり8人の子だくさんですが、その次男秋作を小笠原以来婚姻の松並に養子にあげる約束をし、内地に戻るとすぐに実行します。松並には実は他に男子がいたのですが、制裁の子ではないということで秋作を迎えたのです。とのこと。つまり、小笠原諸島開拓に出かける以前から県の城には、 生災以外の女性との間に男児があったが、生災との合いの子でなかったことからそのコースになり、県の城の総領にすることはできず、そこで小花作助に相談したらしい。正式に参照できる大金の最古の助手と本記録によれば、県の城は大金の父、秋作は大金の養父となっている、最強時の墓石に刻まれている安子の法名と没費は、 皆、春海伝妙、竜日清大使、明治6年11月20日。剣の城の没年が実際よりも後ろにずらされて、明治3年と刻まれていることから、この安子の墓石の没年月日が正しいものなのかどうかは、不明。なお、明るい会寺に残るメモ書きによれば、その後、大正時代になって、大金は、 小党家の正式な墓を鎌倉のお寺に移すので、明るかい自願家から外れる旨を明るかい寺側に伝えている。家電では、遺願とされている。長男哲之心、長女、文江、次男家にいよいよ、三男、安丸、四男大公。なお、大金次男、県いよいよは、県の城の最後に関わったとされる、江原祖六が創立した麻布学園に、 おそらく17期生として入学、在学中に、脊椎カリエスを発症して1年休学した後、18期生として大正2年に卒業したようである。沼津市、明治資料館には、大金が校長、江原ソロに宛てた、息子が、先生の学校でお世話になりありがとうございます。という内容の手紙が現存する、県の城や大金の働きが評価されたようである。 ありがとうございます。